皆さんこんばんは。都市伝説のお時間がやってまいりました。本日もプロ野球のさまざまな都市伝説に迫ってまいりたいと思います。一部マニアの間でも大好評ということでね、定着させていきたいなと我々は思っているわけですが、あんまり回ってないけど大丈夫ですね。大丈夫です。これから回り始めます。はい、そうですか。はい、これも都市伝説にならないといいんですが、今日のゲストコメンテーターは、若干最近こすられて弱気になっている弱気おじさんです。よろしくお願いいたします。今日は強気に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。さらに今回はスペシャル特番とお題しまして、何やらスペシャルなゲストがいらっしゃるということで、お呼びしたいと思います。私の友達でもあるんですけど、なんか 変な趣味があるみたいで。あ、そうですか。変な趣味。今日はあの変な趣味で登場していただこうと思います。あ、じゃあ、 高木豊氏の方から呼んでいただいてもよろしいでしょうか。さとちゃんりん。どうもこんにちは、ゲストのさとちゃんりんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さとちゃんりんは今おいくつなんでしょうか。さとちゃんりん年齢43歳です。43歳。はい。なんかチャンネル壊れていってない、大丈夫、弱気な。そう、弱気おじさん大丈夫ですか。すみません、強気に言ってください。強気に言いましょう。でも都市伝説でしょ。そうです。そうです。出たかったし、都市伝説。本当によく見てましたけど、めっちゃ面白いじゃないですか。いいね、はい、心強いね。そうですね、そう言われると私たちもね、間違っていなかったんだという、はい、確かにっていうエピソード多かったですね。なるほど。そうですか、はい、それではまず一つ目の都市伝説です。ロッテ弁当の呪い。チームや選手をテーマにした弁当を売り出すと、そのチームや選手に不幸が降りかかるというもの。とりわけ90年代半ばから2000年代にかけての千葉ロッテにおいてはすごかったということで、まずはイラブ弁当が始まり、はい、その後ダブルストッパー弁当というのが出まして、そうですね、成本さんと川本さんでダブルストッパーだったんですよね、守護神がね、はいはい、その2人がね怪我で退団離脱して、その後退団です。退団に行く、めちゃくちゃ良かったのにね。そうだったんですか。いやいや、ボールも速かったし、ボールは切れてるし、ね、ああ、すごかったですけど、弁当出したためにね。そうです。まだまだでも弁当の呪いはこれだけじゃないんです。フランコフルト弁当。フランコ選手、これ不審で退団。黒木弁当、故障、その後復活ならず引退。小坂スチール弁当、相手選手のスライディングにより故障。石井拓郎弁当。こちら石井博郎。あ、失礼しました。石井博郎弁当です。失礼いたしました。発売直後に故障。退団し、巨人へ移籍するも今一つ、そして離婚も。ちょっと待って、それ関係ない。離婚だいぶ後じゃないですか。これ、弁当ですか。いや、呪いですか。あ、そうですか。完全に呪いですね。そうですね。はい。ローズカツ弁当。ネーミングがちょっとこじつけのような気がしますけどね。発売検討するも本人はキャンプ途中でスピード退団。マリンまだでも弁当は発売されてないんだよね。もう企画しただけでアウト。アウト。企画しただけでこの呪いはもう始まっているんですよ。マリン弁当、バレンタイン弁当、発売直後に5連敗。日本ハム、ダイエーに歴史的な大敗。この時は、佐藤はいたよね。いました。僕が多分2004年なんで、多分手術して病院いる時に大敗しすぎてライトスタンドで謝ってました。多分あの時だと思うんです。その時は、僕怪我してね。弁当はない。僕はあったんですよ、要望が。うん、断固拒否です。もうそんなもんお前できるかお前。怪我するだけやろっつって。俺はそんなギャンブルできんぞっつって。じゃあ、あれその時から、呪いは感じてた。いやでもこれ全部知ってますもん。脱衣と怪我していくんで。あ、じゃあ、チーム内でも噂が。噂です。だから僕あったんですよ。佐々木弁当チームどうですかって。バカか、お前っつって。お前全員怪我してんのに、それ乗るやついねえぞっつって。絶対無理っつって。これは怖いです。でも、それだけでそれを知ってながら、調子こいて出した人がいるんで。え、だから、こっからあれですよ。知らない外国人に行くんですよ。日本人はみんな拒否ですから。ミンチーカツ。弁当、これミンチー選手、より軟骨の除去手術のため帰国。寸欲弁当、発売いい寸欲ね。そうです。発売を企画した途端、スランプで二軍落ち。ベニーちゃんの、何ですかこれ、ベニーちゃんのロコモコランチボックス。ベニーちゃんですね。連勝ストップで首位転落。さらにベニーちゃんもう一回出します。ベニーちゃんのロコモコランチボックス第2弾。ベニーが右膝半月板損傷で登録を抹消。
これ2回も出したんですか。強気ですよね。だから本人知らないから勝手にやってるんですよ、球団が。球団はこれアイドル隠してるでしょ。でも日本人がいなくなってるじゃん。そうです、もう知ってるから出せないですよ。でしかも最近だと、はい、あの白星サワーっていうのを売り出したんですよ、うん、あの勝ったらその白星のサワーとか、うん、あとカルピスさんのジュースとかを、うん、で何勝ちみたいな感じで勝った後売り出すってやつ、うん、白星サワーを作った瞬間に全く勝たなくなって、それが全然発売されないっていうマリンで、あとね、あ逆転丼っていうのも発売されたんですよ、うん、こう近年で、あの最初逆転のロッテって言われてて、うん、逆転丼発売した後から全く逆転しなくなったっていう。やっぱ発売しない方がいいな。何もするなということ。そうですよ。もう本当危ないですよ。だから食に手をつけるなということです。そうです、そうです。だそれからでもやっぱりそういうなんかネーミングしたいじゃないですか。うん、だからもうなんとか弁当じゃなくて、なんとか選手おすすめ、なんとかうどんになりました。普通の。それは大丈夫。あ、普通に売ってるやつで、佐々木選手おすすめの、ここの讃岐うどん欲しいですよ、みたいな。だからそのネーミングなしです。なるほど。はい、どなたか、この呪いもう一度こう、自分の名前をつけて弁当を売り出す選手いないですかね。ちょっとチャレンジしてほしいよ。誰かいらっしゃらないですかね。いやー、だってキムテギュンバーガー売り出してもね、その後不審で韓国帰国みたいな感じでしたし、本当に危ないんですよ。そうですね。はい。いや、それ、そこまでギャンブル、自信ないです。でも、生き証人だ。いや、もう出てきました。これはもう都市伝説でなく、チーム内でもそういう噂があり、佐藤チャンリンさんも断って、はい、断固拒否してました。もう危ないって言って。でも信じるか信じないかは、あなた次第です、はい。そうなんですよね。でもこれは事実です。バッサリ君が。バッサリ君。弱気は、ね。弱気じゃダメですよ。強気です、そこは、はい。弱気は最大の敵っていう。そうですね、はい。はい。続いての都市伝説です。背筋ヒヤリの球界伝説。古い寮などではよく怪奇現象が起こるということで、中でも戸田寮、これはヤクルトの戸田寮ですね、はいはい、昔はさまざまな怖い話があったということです。中でも和室がやばかったんだよと証言する選手もいらっしゃいました。普段は使われない畳敷きの部屋、独特の空気が漂っていたそうです。1月入寮した新人に各部屋を紹介する際、霊感が強いという新人、この部屋はやばい、何かいると。どうしたどうしました。いや、ちょっと来ました。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。何かいるんですか。何か来ましたか。いや、大丈夫です、はい、大丈夫ですか。何かいると話、入ることを拒むこと、またなんと球団関係者が匿名を条件に話をしてくれまして、その部屋に日本人形があったんだけどね、髪が伸びていた、まあ、俺は見たことはないんだけど、ね、こういう寮にまつわる会議でも聞いたことありますね、戸田は。あるない。僕あの浦和、日本浦和だったんで、うん、その戸田は危ないっていう聞いたことあります、うん、その寮。いや俺あの学生の時にさ、うん、大学の寮が吉祥寺にあったのね。で8号室の入って右側のベッドの人は必ず怪我するって言われた。それが、そこの位置からしか、雨天練習場の、首を吊るような感じのなんかロープが繋がってたんだよ。はい、その8号室のその部屋のそこからの角度でしか見えない、うん。で、その人は、そこに寝た人は必ず怪我するというさ。で、じゃあそこどうしたんですか？誰も寝ないんですか？寝てた。で、怪我してた。確かに。へえ。いや、だから、そういう怪奇現象というか、はい、そういうことは、ちょっとあんのかなとか思うよね。お払いとかはされなかったんですか？だから、そんな余裕ないよね。はじゃなくて。怪我をされてしまうので。笑ったね、ちょっと。いや、笑っていません。笑ってない。はい。怪我をされてしまうのはやっぱお払いなどした方がいい。いや、した方がいいんだけど。日高さんは寝てやればよかったじゃないですか。そうですよ。俺はいけるっつって、はい。怪我はしなかったけど。何ました？毛は抜けたかもわかんないよね。ああ、そうですよ、ね。あ、じゃあそう事実ですね。あ、これは事実です、ね。あ、気づかなかったっす。怪我。いや、また言われる。怪我はなんか。番組戻せ。怪我さん。あ、すみません、いや、強気に勝負していきますよね。大体だって一つ言っていいですか、はい、僕何も紹介もされてなくてこのままですけど、分かってくれてるんですかね。もう見てる人絶対分かるでしょ。なんでこんなのが起こるんだみたいな。あ、そうだな。アジアの宝石ですから。宝石、アジアの宝石、佐渡三輪です。まあ、あのね、はい、
里崎チャンネルで、あのファン感謝デーということで、この俺と佐藤が助走をして出るという、ね、どっちが勝ったかっていうのどっちが勝ったかっ、はい、でそれあるんでちょっと見てくださいね、あのいきなりやってたらね、わかんないですもんね、こいつ何やってんねんみたいなね、そうですよね、はい、足が足まあでもこのこういうことは、はい、まあある程度球団なんか各所でそう言われることはあるよね、例えば寮じゃなくても、うん、例えば球場の中のありました、ありました、球場とかあとは宿舎とか、まあ、宿舎あったね、宿舎ありますよね、この遠征先の、いやどこは今も実在するんで言えないですけど、はい、あのシャワー入ってたらいきなりあの昔とかだとラジオとかがあるじゃないですか、あるある、ラジオがいきなり音量でつくとか、あるある、うん、だから俺もどことは言えないけど、そういうホテルに泊まってたことがある、部屋も、いや俺の部屋は大丈夫だ、俺はなんかさ鈍いみたいで見えないんだけど、だから先輩のなんかちょっと強い人はいる、そういうのはある、僕見たことある人いますもん、だって聞きましたもん、昨日見たよっつってホテルで、はい、なんかあの入り口から入ってきて、はい、あの窓に抜けていったっつって歩いて、そうあるある、はい、だからこの都市伝説は多分いろんなあると思うんですね、まあ、いろいろあると思うんです、各球団、はい、あります、はい、これはあります、はい、あと今日はあの佐藤残林さんの何か都市伝説があるということを伺ったんですが、はい、はい、そうなんですよ、まあ、シーズンチーム第一安打を里崎選手が打つと日本一になるっていう都市伝説か、これはちょっと何回なったの、2回です、まあ、ロッテは2005年と2010年日本一になったんですけど、2005年のチーム初ヒットも里崎選手で、2010年のチーム初ヒットも里崎選手ですよ、他は全部初ヒット打ってないですよ、シーズン、チーム。でも初ヒット来るまでさ、結構時間あったでしょ。はい。だから何番と何番って言うの ?2005 年は多分6番とかそこら辺ぐらいだったんですけど、あの2010年は8番ですよ。それまで誰も打ってこずに来たんだ。はい、で、打った時に、あれこれ2005年と一緒やな、ひょっとしたらまた日本一になるんちゃうかと思ったら日本一になって、でそこからもずーっと打つなっていつも開幕戦思ってたんですけど、なぜか打っちゃうんですよ、僕の前のやつが、だからもう勝てないんですよね、バカだから。でもあれだな、なんかね、引き寄せの法則だな、すごいですね、うん、打っちゃうんですもん、もう勝ちたくないんかって言って俺まで打つなって、いやいや、それは打ちたいよな、どの選手にか打ってました、クッキーをまさに、そうですね、まあ、西岡とかね、だからもうあの、プレーボールって言って、はい、あのだからシーズン始まって5分でシーズン終了です、そうですね、まあ信じるか信じないかね、あなた次第です、でもさ、まあ、野球でそうやって言うでしょ、はい、でサッカー界もあるんで、あるんすか、うん、サッカーっすよ、いやサッカーであの全日本に入ってたさ、前田っていうフォワード、ジュビロの、あ、知ってます知ってます、背の高い、結構得点王っすよね、そう取れますよね点、いやその人がシーズンに初めて得点したチーム、はい、得点は上げられたチーム相手、うん、はい、は J2 に降格するというマジっすか、都市伝説がある、まさに今ありました、前田のデスゴールデスゴール、いやだから、はい、佐藤が打って日本一になる、はいはい、その逆バージョン、逆バージョンが前田選手がサッカーが第一節じゃなくても前田選手のチーム初ゴール、シーズンの初ゴールが上げられたチームが、J2 に落ちる。それはきついっすね。相当な確率だよ。まさに2007年、バンフォーレ甲府 J2 降格。2008年、東京ベルディ J2 降格。2009年、ジェフユナイテッド千葉 J2 降格。2010年、京都サンガ FC J2 降格。2011年、モンテリオ山形 J2 降格。いや、これ息子に聞いた話なんだけどさ、まだ前田さんが点取ってないんだよねっていう。いやいや、ね、明日対戦するって言った時に、もう必死だっていう、やっぱサッカー界では有名な話になってる、マンマークっすね、もう前田さんだけ、うん、そうですよね、とにかく取らせないよ、マークがきつくなりますよね、初ゴール、いやだから初ヒットでしょ、はい、シーズンの初ヒット、チームの初ヒットを打ったら日本一になれる、はい、取られたら J2 に落ちる、いろいろあるっすね、いろいろあるよ、そうですよね、ああ皆さんぜひあなたの身の回りの都市伝説募集しております、プロ野球に問わずサッカーなど野球その他でも構いません、
ぜひ検証してほしいという方はコメント欄に、書いていただければと思います。本日は最近弱気な、高木豊氏と、アジアの宝石佐藤チャンリンさんにお越しいただきました。両名ともありがとうございました。はい、ありがとうございました。